こんにちは。リピさん。即歌塾の久保でございますあ。いつもの動画の方を送っていただきましてありがとうございます。えー、今回のエポック切り替えの動画ね、えーと、16日、17日、18日と3日間にわたってまたあの配信させていただこうかと思うんですけども、えー、この次のエポックの切り替えのタイミングで、えー、何らかの、ね、告知がしていただけるということで期待しております。あの時期がね、ずれましても何度も プロモーションしていきたいと思いますのでまたあの準備が整いましたらお知らせいただければと思いますねで今回ねちょっとね軽く妄想していくコーナーでございますあの「体の絵だってプレセールってのが2016年までに行われていたと思うんですけどもまあ私もそこでね購入した口なんですけどもここでですね仮にプレセールであの最低単位は1単位確か15万円ぐらいで販売されていたと思うんですけどもその10単位をね 当時購入していたら今どんな資産状況になっているのかってことを、まあ、体の枝のファンの方にね、あのー、お知らせしていこうかと思いますなかなかね10単位を買った人ってあんまりいないと思うんですよまあ買って1単位とかそのぐらいだったんじゃないかなと思います仮に10単位買うとですね総額でおそらくですよこれ多少の差はあるんですけども、えー、1単位で40万枝購入できたと思いますんで10単位だと 400万エーダが手元にあるということになると思うんですよね。まあ、そうなると今の価格、だいたい120円で安く見積もっていくと、今123円ぐらいですけどね、120円ぐらいで見積もっていくと、おおむね5億円ぐらいの資産状況なんですよね。だから当時、百数十万で買ったものが、数年で5億円ということになっていると思います。でここにですね ステーキングっていうのが絡んでくると大体これもざっくりと年利5%っていうふうなねえも、ー、みで計算していきますけどもまあ本当にこの年間で5%ステーキング報酬がいただけるとしたらこれなんと年間でね5億円に対して2500万円ぐらいだからステーキング報酬だけで月収200万っていうのができてるはずなんですよこれすごいですよね なか大体1単位だと思いますんで1単位でも毎月20万ぐらいですかそういう計算にちょっと軽くなるのかなと思って今回ねこうやって動画で妄想してみましたけども <laughs> でも一時期ね昨年は体の間確か20円か30円ぐらいで1月スタートして最高値で33040円とかつけたんじゃなかったかなと思うんですよ 最終的にはね、150円ぐらいで年末落ち着いたと思いますけども、まだこうやって見るとボラティリティが、うん、あるなぁと、最高で1月から考えると、まあ十数倍になって、最終的には10倍弱になって、みたいな感じだったんですけどね。まあけどこの体ラ、ね、だって、まあ毎年のように思うんですけども、今年が本格的にスタートだよ、みたいな。まあでも、期待を裏切らないように、順調に、その、 価格ってのを上げてのげますよね、まあ価格が高いからいい暗号通貨だよっていうふうにそれだけは言えないんですけどもまあでもねそれを期待してプレセールもしくはあ上場後に購入した方も多いと思いますんでねそう考えたらおそらく全員が得をしているプラスになっているのがこの「体の枝」かなと思うんですよそして多くの方が「体の枝」をホールドしていることによって「体の枝の 研究資金も集まってプロジェクトも進んでそして本当にねカルダネーダーが人類を救う暗号通貨ブロックチェーンテクノロジーになるんではないかなって日も近づいてるんじゃないかなと思ってますね。それが私ののの今回の最大の妄想ですよ、まあ、とにかくカルダネーダーってものが私たち人類にあることによってきっと多くの人が本来進むべき自分の人生を手に入れることができるようになったんじゃないかなと思っております。 それではまたお話しできる日を楽しみにしています。ありがとうございました。